割、そういうことってなんかまさに組織とかリーダー、リーダーのチームを引っ張る人だけが発揮すればいい力がリーダーシップなのかなってみんな思ってると思うんだけど、実はそれは従来型リーダーシップって私たちは呼んでるんです。なんかリーダーっていう役割から生まれる行動、その引っ張る、まとめるっていうかなって思ってて、リーダーだから指示出さなきゃ、みんなまとめなきゃ、リーダーについてるメンバーはメンバーだからリーダーの言ってることに従って行動しなきゃみたいなのがあるかなって思ってます。なんか、ね、今ベラベラ喋ったけど、ちょっと実際どういうことなのっていうのが